皆さんこんにちは、チャックバスです。今回は、パレードについてね話していきたいと思います。ベストシーズンの動画で軽く紹介したんですが、せっかくニューヨークに行くならぜひ見てほしいのがパレードです。それではパレードはいつあるのかということなんですけども、パレード自体は、まあ、見てわかる通り、私は知る限りこんだけっていうところですかね。なんですけども、ニューヨーク自体イベントがすごいたくさんありますんで、まあそれの一つだと思っていただければなと思います。パレード自体はそれ以外にもたくさんイベントはありますんで、まあその行く時期にね、もしなんか見られるイベントがあるのであれば、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。で、パレード自体は、私が参加したことがあるのはプライドパレードなんですけども、すごい長時間です。本当に6時間とか8時間とかそういう時間パレードずっと続きます。で、最初から最後まで見てて、まあ、最後に何かあるかって言ったら別に最後に別に何もないんですね。本当にパレードするだけ。あとやっぱり人がすごい集まるっていうことで、でこのプライドパレードっていうのは同性愛者のその知名度とか、そういうプライド誇りとかそういうのを主張していくパレードなんで、本当にいろんな企業がね、広告塔っていう意味でもすごいいろんな会社が協賛して、でそのいろんな会社のサンプルみたいなのももらえます。私が行った時は本当にコカ・コーラの本当にコーラがもらえたりとか、そういうこともありましたんで、そういうのももらえたりします。まあもちろんあの配ってる人が、パレードする人が配るんですけども、そこに手を出してもらうみたいな感じなんですけども、本当にアメリカっていう感じなんですね。これ本当に面白いんで、ぜひ見ていただいたらいいかと思います。で、私次回ニューヨークに行く時にこのハロウィンパレード10月の終わりにね行かせていただきますので、それもあの見終わったらねまた動画にさせていただきたいと思うんですけども、そちらも楽しみにしておいてください。そうですね、本当に長時間なんで、そのニューヨークにせっかく行くのに長時間咲くことは厳しいっていう方ほとんどだと思いますので、まあ1時間でも30分でもね、見ていただければなと思います。本当にそれだけでも良さとか迫力っていうんですかね、やっぱ日本とまた違いますので、味わっていただけるかなと思います。それではね、簡単にまとめていきたいと思います。で、ニューヨークの記事を公開しているね、ニューヨークナビさんの URL を説明欄に貼っておきますんで、ざっとのに、月は先ほどの画面でも紹介させていただいたんですけども、曜日、その日付っていうのはハロウィン以外のイベントは基本的に毎年日程が変わりますので、ニューヨークナビさんの、ところからね、本当に詳しく書いてありますんで、ハロウィン以外の、ね、日程はここから確認していって、行った方が、ね、間違いないで済むと思いますので見ていってください。で、実際にパレードを見る場合なんですけども、すごい大規模に交通規制がされます。本当にその周りの道は本当に通れなくぐらいまで通れなくなりますので、パレードが始まる基本的に11時とか10時とかそこら辺の時間帯から始まるんですけども、本当に始まる時間を、公式サイトなりホテルのフロントの方とかに聞いてもいいと思いますので、始まる時間の、まあ、1時間前ぐらいにはね、見る場所を確保されることをお勧めします。もちろん歩道からは見る感じになるんですけども、座って見てられる場所と座っちゃいけない場所とかそういうのもありますので、早めに行ってね場所を確保するのをお勧めします。ずっと立ってると本当に疲れますので、で長時間パレード見る場合ですね、やっぱりお手洗いが必要になってくるかと思いますので、極力カフェの前で場所を取ってですね、さらにそのカフェで飲み物を購入してテイクアウトで、それで、いつでも、ね、お手洗いを借りれる状況っていうのを、作っていったら方が楽だと思います。そのテイクアウトを持ってるコップをね持ちながら店内入ってトイレ入って、借りる分には絶対何も言われませんので、何も買わないでね
利用するとたまに言われますので、あのやっぱりそこは日本と違いますんでね、そういうところ気をつけていかれたらいいと思います。であと最後にシートですね、簡易的な椅子とか持ってこられてる方はほとんど現地の方なので、ビニール袋でもいいのでね、座れるしシートになるようなものを持っていくことをお勧めします。私が最後に行った時は午前中ちょっと雨が降ってたりっていうのもありましたので、その場でカッパとか着たんですけども、まあ、座るシートが、ね、ないと話にならないので、もし天気が悪そうだったらあのカッパ等々も、ね、あの近くで売ってますので買っていくことをお勧めします。ちなみにこのプライドパレードっていうのは雨でもやりますので、あの本当に大雨にならない限り中止にはならないので、それもザ・アメリカっていう感じでぜひ見ていくと面白いと思いますので、今回お勧めさせていただきました。それでは今日の動画は以上にさせていただきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。